見てくんで。もうご飯あげへん、そんな待ってても。先食べたとこやん。見てくんで。暑いからゆっくりしときや。おはようございます。行ってきます。わしが稼んどらおいがら動くちゅうや。こんにちは、こんばんは。バツイチ独身、人生積んでる39歳、なにわのひみろくです。いつもご視聴いただきありがとうございます。早速言いましたけど、暑いですね。ほんと連日の猛暑、皆さんお体お変わりありませんか？大丈夫ですか？自分はなんとか、まだ元気でやっております。さて、今日は拉致実践第10弾ぐらいですかね。稼働が10日を迎えた本日となりますけれども、まあ相変わらずホールの状況はやっぱり厳しいということですので、まあ自分の大好きラクロス系も絶望で、まあ花々、まああんまり打ったことないんですけど、花々もちょっとデータをねチェックしててもやばいんで、やっぱりもうこれはディスクアップしかないなと。ディスクアップはある意味どの台座ってもね徹底位置なんで、運の塊みたいな台ですからね。あとはもうビタ押しさえきっちりと真面目に打てばなんとかなるかなと、まあ、そういう甘い考えのもと今日も頑張っていきたいと思いますんで、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。それと今日はご本尊忘れちゃったんで自力で覚醒したいと思います。
Yeah.
前はもう死んでいる。
たんで食べます。お疲れ様でした。実戦終了です。いや、圧倒的設定位置ですね。まあいつものお店はね、撮影させていただいてるんであんまりね悪いことは言いたくないんですけれども、いやもうかれこれ40回ぐらい売ってるでしょこの店で。いや1回もね高設定らしい挙動を示したのは1回だけありましたね。まあでもそれ以外は圧倒的に位置です。ですからまあ引き際が肝心というか、目標の3枚数1500枚プラス出た時点でやはりいつでも逃げれる体制挑まないと、やっぱりねディスクアップとは長いお付き合いできないと思います。まあまあ今日はもうね、朝言ったように運の塊みたいな台ですから、まあ、まさにそうなったかなという感じです。まあ、たまにはねこうやって早く上がって王将で餃子とビールでもやろうかなと思ってます。すいません。そんなわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。いつもありがとうございます。またお会いしましょう。あ、それと今回の動画でぜひ皆さんのお考えやご意見コメント欄でお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。帰ります。です。よろしくお願いします。ありがとうございました。